いやー、3日間連続星4だからここで当てないとそろそろやべえなー。今日はなんだ？鼻で引いとくか、鼻で。花引き。いやー、どうだろう？確定数なし。いやー、間違ったか？鼻じゃなかったか？尻だったか？やばい。来い。うわー、マジか。もうなんだよ、この星4。ふざけんなよ、このクソガチャ。あ、ペンギンさん動画上げてんじゃん。見よう。トミーさん、こんにちは。ペンギンと申します。よろしくお願いしまいや、なす。んでペンいギンつもさんご視今聴日スのパイほダーどマンあのりが格とう好しごてざんいの？まめっす。ちゃ面白え。あ、ペンギンさんも全部星4だったんだが。ということはみんな結構4日間星4だったのかな？どれぐらいの人が4日間星4だったのかちょっと調べてみるか。4日間星4だった人、グッド。よし、ちょっと今日は眠いし、これで寝ようかな。あ、グッド結構ついてる。やっぱりみんなあんまり当たらないんだな。うん、返信もちょっと来てるし、ちょっと見てみようかな。突如現れたプロストライカーのコメント。高難易度クエストも初見運悪込みで楽々クリア。ガチャでも狙った獲物は逃さない。そして対抗するは自称大人のストライカー。朝から晩まで働いて、夜は YouTube のコメントの子供の世話もする。なんていい人たちだ。謎の上から目線で問いただす自称大人ストライカーと無限に分けてるキッズストライカー。さあ勝つのはどちらだ。世はまさに大海賊時代。ワンピース。